研究所メンバーの皆さん、こんにちは。宮沢優衣です。今日はですね、小グループ化が悪とは限らないっていうね、そんなテーマでお話をしていきたいと思っています。先日ですね、学級系コンサルティングをしていました、とある方とね、ご契約させていただいてお話ししていたんですけれども、この小グループ化をなんとかしたいと、なかなかこうクラスのみんながね、一体となって仲良くなっていくクラスになっていかないっていうね、そんなご相談を受けたんですけど、まあその中のお話でね、この小グループ化っていうことが出てきたので、今日ちょっとそれについてね、触れていきたいと思います。結論なんですけれどもね、小集団、まあ、小グループ化のことですね、小集団はプロセスの場合もあるんだよっていうことですね。一概に悪とは言えないんだ。さあ今日のね、柱なんですけども、2つの柱でやっていきたいと思います。この小集団っていうもののこの考え方をまずご紹介させてください。でそれを応用した指導方法をね、一つ紹介させてください。お願いします。まず一つ目のね、考え方なんですけれども、学級の中にはですね、一人ぼっち、そしてまあ二人でべったり、まあ小集団3、4人かな、中集団、まあ、7、8人で大集団みたいなね、形に、ね、なっていますね。こういう状況があると思います。で、学級っていうのは成熟してくるとですね、この一人から二人へ、二人へから小集団へっていう形で、少しずつこのフェーズが上がっていくんですよね。こんな形でね、こんな形でね、少しずつ少しずつ大集団の方にね、こう移行してくるっていうことになるんですけれども、ここで他人として、ね、しっかり頭に入れておかなきゃいけないのはですね、スタート地点が違うっていうことなんですね。最終的に他人はもちろん大集団で活動学習をしていけるような子どもたちに育てていきたいっていうふうに考えている先生が多いと思いますけれども、もうこのすぐに大集団にね、慣れてみんなで和気あいあいね、協力してできるっていう、もうこの一番下の子もいれば、逆にこの一人、まだこの一人ぼっちなんだ、なかなかみんなとこう馴染んでいけないんだとか、そもそも馴染みたいとも思ってないんだ、一人でいるのがすごく居心地がいいんだなんていう子供もやっぱいたりするわけです。大人もそうですよね。それぞれ気質っていうものがあると思います。皆さんもどうですか？どこが居心地がいいですかね、一番ね。多分これね、視聴者の皆さん違うと思うんですね、バラバラでね。だからこのスタートラインが違うし、そもそもこの下へ下へこう大集団へ行きたいと願っているかどうかも、まあバラバラって、かなりバラバラなんですよね。でも他人としてはやっぱり下に動かしていきたいわけ。なぜなら、まあ、自分の、ね、指導が入りやすいし、やりやすいっていうその効率化、コスパのこともあるけれども、非常にこう学習効率も高まってくるし、子どもたちの力がついてくるわけですね。こちらのエゴだけじゃなくって、確かに下の方が力ついてくる、当然ね、一人でやってるよりはみんなでやってる方が力がついてくるっていうこともあるわけですね。でさらにですね、ここで考えておかなきゃいけないのは、これで今矢印下方向に書いていますけれどもね、これ逆走もあり得るっていうことなんですね。つまりこんな感じ、はい、っていうことですね。これはどういうことかっていうと、例えば一人でいる子が、これがいい場合と良くない場合があると思うんだけれども、いい場合っていうのは、例えば一人で活動ができる、ちょっとかっこいい言葉で言うと、ここみたいな、ここの子ってどういう感じだ、ちょっと恥ずかしい、ちょっと間違ったらあれなんでね、ひらがなで書いておきますけど、まあ、ここの存在としてね、活動ができるっていう状況で、もちろん三角は何かっていうと、コミュニケーション力が低いっていうことですね。ちょっと省略しちゃいますね。コミュ力ね、がかなり低いんだっていうことがあったりします。で逆に大集団の良さっていうのは、コミュニケーション能力が高いっていうことですね、当然ね。で三角の場合もあるんですね。これ何かっていうと、コミュニケーション高くてみんなで和気あいあいやってるんじゃなくって、群れてる、ただただ大集団の中に群れてるっていう、そういう状況があったりするわけですね。群れてるってね、群れてるか、これだとちょっと湿度が高くて群れてるみたいな感じに見えちゃうけども、まあ群れてるっていうことですね。シマウマとかそうですよね。不安だから、たくさんのね、集団でこう寄り添って、獲物からね、標的とされないように、まあ防衛反応がね、働いてるっていうことだと思いますけれども、例えば一人の子どもたち、コミュニケーション力が低い子どもたちにとってはフェーズがこう下がっていく方が力としては伸びていくし、逆に大集団の中でコミュニケーション能力が高くて大集団になってるんじゃなくて、群れてる、ただただ不安感が強くて群れてるっていう子どもの場合には、むしろ一本立ちさせてあげる方が、その子どもにとっては
パワーアップしていくっていうことになるわけですね。で、今日のテーマもう一回戻ってみたいと思うんだけども、小グループ化が悪とは限らないということで、じゃあ今回のね、この小グループ化っていうのはどこの話かというと、ここですよね。その学級経営コンサルティングでご契約させていただいているその先生はですね、この小グループ化を何とかしたい、これはダメなんだ、この小集団はダメだから、この大集団へ早く移行させたい、この二人ぼっちの子供とかも結構いるし、もう早く早く大集団へ行かせてあげたいな、今日はそのためにどうすればいいのかっていうのを学級経営コンサルティングの時間を使って考えていきたいっていうね、まあ、そういうお話をされていたわけなんだけれども、結局まあ序盤はね、その先生のその思いに従って考えていったんだけれども、最終的にはですね、やっぱり僕も情報提供なんかしたりして、この大集団が必ずしもいいとも言えないし悪いとも言えないし、この小集団が必ずしもいいとも言えないし悪いとも言えないしっていうことをね、お話ししましたが、ですよ、やっぱりその先生の言うことも一理あって、小集団がずっとそこで固定化していたらまずいわけですね。小集団からやはり中集団へ、大集団へっていうふうに他人としては動かしていきたいし、それでむしろ群れてるんだったらむしろ一人になれやっていうね、そっちの指導もしていきたいし、なんか臨機応変にこの上下にこう動けるような子供に育てていきたいですよねってね、まあまあそんなお話ですけれども、さあここでなんですけれどもね、この応用技っていうことで、今日はどの応用技を紹介したいかということなんですけれども、今日はですね、この一人ぼっちとか二人ぼっちとかね、小集団っていうところの子どもたちに焦点を当てていきたいと思うんだけれども、大集団へ向かっていくためにはですね、まずこの一人二人小集団